Onsen.2006年1月1日、ベルリン。彼女は新しい年を夫と2人で迎えた。ほんの4時間前まで世界中のクラシックファンが注目する舞台にいた。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。ビオラ奏者清水直子、ドイツに来て早12年。ビオラが彼女を導いてくれた。音楽ってどこかなんか授かり物みたいな。世界最高のオーケストラと言われるベルリンフィルハーモニー管弦楽団。清水はここでビオラ部門のトップ、首席奏者を務めている。異例の大抜擢と言われた東洋人が年間プログラムの背表紙を飾る顔になった。She's a real treasure. Endless concentration, the endless thought. It's particularly amazing sense of rhythm. 私は実家のそばにある高校に行ってました。普通高校。普通高校ですね。ノリとかついてません。私。今。うん。ついてない。大丈夫、ついてたら言います。言ってください。じゃあもう聞きません。ノリに乗っている演奏家の自己分析。性格は慎重で几帳面な A 型タイプ。オレンジも匂いでチェック。気に入らない。年末の大舞台を控えた彼女の3ヶ月。超普通の先生すいませんって感じ。だが、ひとたびビオラを手にすれば、清水はやすやすと普通を手放す。音楽の神様は一体彼女に何を授けたのか。ベルリン郊外の住宅街、 2LDK のアパートメントに2人で暮らしている。どうもこんにちは。おはようございます。よろしくお願いします。はい、どうぞ。から朝ごはんね。こんにちは。3年前に結婚した夫オズガーさん。トルコ出身のピアニストで音楽コンクールの優勝仲間だ。キッチンにはトルコの食材があふれていた。ピデという餃子の皮に似たパン、トルコのお茶で仲良くモーニングチャイ。ベルリンは清水のふるさと日本より夫のふるさとの方がずっと近い町だ。お母さん、これはお母さん。うん、あんまり喧嘩されないですか？喧嘩はそうですね。私が割とカーッとなることは、うん、でも割とあのなんていうか穏やかな人なので、うんうん、それか割ともう慣れてるというか、そういう時はもう聞こえてませんっていうか。朝食を済ませたら自分の部屋でウォーミングアップ。オーケストラでビオラが受け持つのは中央に行き、バイオリンよりも低く、チェロよりも高い。穏やかで温かく、どこか限りのある音色。家でも仕事場でも会話はドイツ語ばかり。日本語を忘れないように手元には好きな本。
こっちに来ていてあまり日本語を話さないので川端康成とか読んでるとこう日本と電話で話してて調子がいい日本語が綺麗とか思ってこういい日本語がどんどん出てくるなみたいなこうちゃんとした日本語がああ今なんか雪国読んでるからかなみたいな朝9時さくれ、はい、大晦日に開かれるコンサートのリハーサルへ移動はいつも電車コーヒー一杯無料までスタンプあと6個長かった学生生活で節約が身についた清水の活動の舞台ヨーロッパで最高の音響施設を誇るベルリンフィルハーモニー60年代以降オーケストラは名指揮者カラヤンのもと演奏技術を飛躍的に高めていった創設以来メンバー一人一人が一流の腕彼らが生み出す分厚い音がそのままドイツ音楽の伝統と重なる清水は5年前たまたま見た広告で首席のオーディションに応募楽団員の投票により史上初の女性ビオラ首席奏者に選ばれた Das ist erstens die technische Qualität und das die Beherrschung des Instruments und dann die solistische Ausstrahlung. Da gab es keine große Diskussion, als wir Naoko dann engagiert haben. Allerseits eine kurze Information. Wir haben ein Fernsehteam vom japanischen Fernsehen. Es wird ein Dokumentarfilm gedreht über unsere Kollegin Shimizu. みそか恒例のジルベスターコンサートに向けてリハーサルが始まった世界12カ国で放送される大イベントだ指揮を執るのはサイモン・ラトル今世界で最も注目を浴びる巨匠ラトルによればビオラは影の立役者主旋律を奏でることは少ないがビオラ抜きにオーケストラは成り立たないワインに例えればバイオリンがラベルでチェロがボトルそしてビオラが肝心の中身だと名曲「フィガロの結婚」の冒頭部分をビオラはこんな風に弾いている。In Holz, Cello, Bass, etc. 24 ein bisschen mehr und 26 wirklich im Vorteil. Und bitte Takt 3, nicht einen Bogen, aber 3. Ja, mehr Luft. Erste Note, bitte. Es ist zwei Seiten zusammen. Ja, ja. 全ての楽器を知り尽くしたラトルの指示は実に細かい。一番前に座っているのがそれぞれの楽器の首席奏者ラトルとディスカッションを繰り返しイメージを一つにするオーケストラという大きな楽器をみんなで作り上げていくのだパラララ分のパート全員に指揮者の意向を伝えるのも首席奏者の役割だ You know, she's very quiet.And very concentrated, particularly in an orchestra where people are a bit bah, 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 bah. As you can see, her stillness is incredibly important to us, and it's a source of great strength. 日本にいた時は割と自分の意見を主張しない
方がいいみたいな、ぶつからないみたいな。だけどこっちに来てやっぱりどうって聞かれた時に自分はこう思うっていうこと、皆さんしっかりおっしゃるし、最初の頃なんてこの人たちなんか全く反対の意見を言い合ってて喧嘩してんじゃないのみたいな場面に出くわしても、みんなあ、じゃあまた明日みたいな感じで、もう別にそう、あなたはそういう意見で私はそういう意見でっていう。私も11年来てこのドイツのその考え方とかそういうのがある程度自分の中に混ざってきてますけど、でもドイツ人の中にいたらまだまだ日本人だと。外国に暮らし国際結婚するなど思いもよらなかった。1968年大阪の生まれ。会社勤めの父と専業主婦の母は共に音楽が好きで、家にはクラシックがあふれていた。3歳の時初めてバイオリンに触れた。以来元日以外は毎日レッスン。バイオリン科で入学した音楽大学、そこでビオラに触れ、限りを奏でるその音色の虜になっていった。親元を離れ留学したのは26歳の時、世界的コンクールを次々と制覇した。10月東京。清水の活動はベルリンフィルだけにとどまらない。ソリストとしても世界が注目している。今回は室内楽ホールの記念コンサートにメインゲストとして招かれた。東京の地下鉄は楽譜よりも難しい。川沿い、神田川沿いの、分かんないこれ。今日はふるさと日本での晴れ舞台。今宵清水が共演するのは、元ベルリンフィル首席にして名バイオリニストライナー・クスマン。新旧ベルリンフィル首席同士の夢の共演だ。本番前、いつも水を2杯一気飲み。呼吸が整い、緊張が和らぐ。弟夫婦が聞きに来てくれた。あ、もう始まったんだ。なんかあんまり家では練習してるイメージはあんまりない。ここまでなるとは思ってなかったですね。じゃあ気をつけて。弟はいつも応援してくれた。彼女は一度楽器を手放したことがある。ずっと練習していたバイオリンを本当は好きじゃないのかもしれない。10代の頃、彼女は今よりも笑っていなかった。将来へのはっきりとしたビジョンもないまま音楽大学に進んだ。長く続いた無気力感から彼女を救ったのはビオラとの出会い、そして恩師の言葉だった。しみじみとこう人間食べなきゃいけないし寝なきゃいけない、学科だったら練習もしなきゃいけないな。なんか結構しみじみやって、それ今でも覚えてます。これがどうなんでしょうね、その楽器が
バイオリンよりも好きだったとかそういったことと相まってやっとなんかエンジンが、かかってきたみたいな遅いんですけどねどうぞ清水君行きましたサンマ顔ゆっくりと でも着実にビオラが導く道を歩いているなんでサンマないのかなドイツにビオラ奏者清水直子日本に帰ると必ず訪ねる場所がある兵庫県宝塚市幼い頃から見守ってくれているおばあちゃんが一人で暮らしているどういう感想をお持ちですか、まあ、小さい時から少しずつやってきましてねで、まあ、コンクールに何度もあの入賞しましたししてないよ大きくなってからよドイツ行ってからね、うん、それからあ、移ったからね、うんベルリンヒルに、ね、入れていただいてその頃からですよそれまではね別に大したこともなかった違うなおちゃんいや、うん、私の言ってることが間違ってるかなうわ、うん、おっしゃる通りで合ってます宝物を見せてくれたこれなんですよこれが3年前にドイツで挙げた結婚式の報告さすがに高齢でおばあちゃんは出席できなかった異国の地で決めた結婚と結婚相手けれどそれは両親にとっては簡単に受け入れられるものではなかった駆けつけてくれたのはこの時も弟だけだったおばあちゃんならきっと喜んでくれるそう思って送った写真と手紙をおばあちゃんは宝物として大切に持っていた本当に言葉遣いの謙虚さにはまあ今の時代の子供にしたらね本当に珍しい子だと思いますなんとか幸せにね一生を渡ってくれたらとそれだけ思いますね親元を離れて12年今は2人家族この日はちょっと贅沢して日本食レストランうわすごいお刺身、大塚さんはいつもお刺身食べるんですよ私はお寿司いただくんですよよかったね夫の大塚さんは妻もそして妻の故郷も愛している、うん、なんか食べることに対する情熱って感じになっちゃってすみませんもう結婚しないんじゃないかと思ってや生活してたところに彼と出会ってああやっぱり私でも誰かと一緒にこう生きていくことができるんだなってで私はその両親にやっぱり理解してもらえなかったっていうことがやっぱりそれまですごく私なりに両親というものをすごく大事にきっと分かってくれてるだろうときっと喜んでくれるだろうとそれが私にとって喜びであるなら勝手にまだ都合のいい娘の親気持ち分かんないのであのふうに思ってたのでそこでとんでもないっていうことになって私もすごくショックだったですねで本当偉いなと思うのはうちの旦那小倉さんが私だったら多分彼のご両親がそんな日本人の嫁なんかダメだって言ったらもうご両親嫌いってなっちゃうと思うんですけど彼はこの話を全部知っているにもかかわらずそういう気持ちになるのも無理がないかなって言ってでも本当時間とともに解決していくだろうとするといいねとあの時点で結婚したっていうことは必要だったし間違ってなかったと
ランクがいると思う。ジルベスターコンサートの本番が迫っていた。衛星生中継される師走の風物詩は31日の夕方、日本時間では年が明けてすぐの開演となる。今の自分の姿を日本にいる家族に見てほしい。もう少しで年が明ける。ベルリンフィルの1年の集大成ジルベスターコンサート。プラチナチケットを手に入れて集まったクラシックファンたち。日本でも年が明けてすぐ午前1時過ぎから生中継される。ビオラは影の立役者だが、きっとその音を聞いてくれている人がいる。2005年の最後に清水はどんな音色を奏でるのか。清水の思いはふるさとに届いただろうか。お疲れ様でした。見てたといいんですけど、うちの家族が私日本で寝ちゃったかな、時差だな。ドイツで迎える13回目の新年。これからもビオラに導かれて歩いていく。派手じゃなくていいので、この花火みたいに地味でいいので、でもしっかりとその自分の思う道を歩いていけたらいいなと思います。惑わされずに、いろんな、でも綺麗ですね。お正月は家族水入らずで。明けましておめでとうございます。明けまして。明けまして。明けまして。あ、お母さん。はい、明けましておめでとうございます。はあ。うん。あ、見た？遅くに？でもなんか映ってなかったなって。Ha ha!